のホームポイントの方に来ています。朝波情報を見たらなんか反応してたんで、急遽予定を変更して、急いで、やってきました。今で人が、7、8人ぐらい入ってますかね。インサイドの方で、まあ、腰ぐらいの波割れてるんで、で、まあ、あのアウトの方結構セットは入ってるんですけど、まだ割れてない感じなんですけど、もしかしたらもうちょっと上がってくるんかなと思って、まあ、期待して、海の方行ってきます。で、今日はまたあのバーニーチャウの方に変更しています。やっぱりこっちの、浮力ない方が調子いいですね。まあ慣れもあるんでしょうけど、まあこれであの今日は入ってみたいなと思います。それでは、早速海の方行ってきます。
今海から上がってきました。波の方は、まあ、あの人はだんだん潮引くにつれて減ってきたんですけど、波の方は桃腰、たまに腹ぐらいの波で、セットで、まあ、ちょろっと遊べるぐらいで、まあ、力なく、波数も少ないタルタルの波でした。まあ、あの気温の方が22度あってすごくあったかいです。今日はもう陸の上で、セミドライ切ってるともう暑くてたまらないような感じですけど、まあ水温の方はまだ若干低いですね。やっぱりまだ海の中ではあのセミドライがいるような感じです。で、今日は海の方で、まあ日曜日なので、日曜日は特に声かけられる率が高くって、今日は3人ぐらいに声かけられました。まあ、チロチロさんですかって声かけられたり、YouTube 見てますよとか、あとチャンネル登録しましたよとかいう意見を、声をかけてくれました。今日声かけてくれた3人の方は、まあ、ぜひ今日は、高評価もしくはコメントのほど、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。あとまだあのチャンネル登録、されていない方はあのチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと高評価の方もあのよろしくお願いします。まあこれであの今日の GoPro サーフムービーは終わりますんで、またあの皆さん、よろしくお願いします。では、今日の、動画の方は、これで終わりたいなと思います。皆さん、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、訂正です。ただいまの気温24度5分ですね。これが、温度計です。なんで22度よりもっとだ、もう、夏日手前ぐらいの暑さで、もう今日はちょっとエアコンつけて今走っています。あとお知らせなんですけど、近日中に、新しい、動画のジャンルを作りたいなと思っています。車関係の、動画をあのアップしていこうか、サーフと、併用でアップしていく予定です。まあ、あの海の中で、まあ、サーフィンしてる時にたんまに車のことも聞かれることあるんで、どういう、車、まあ、どんな動画になるか分かりませんけど、まあ、あの僕結構まめに洗車してるんで、洗車関係の動画も、上げていこうかなと思っていますんで、まあ、また皆さん、よかったらそちらの方も見てくださいね。近日中にアップします。また、そちらの方もよろしくお願いします。帰りに、桜咲いてたんで、ちょっと、寄り道して撮ってみました。結構もう咲いてますね。こんな感じで、ここは、黄色いのなんか何の花だ、何の花と、桜が咲いててちょうど綺麗やったんで、ちょっと撮ってみました。まあこんな感じで、まあ、もう満開ぐらいですかね。今年結構和歌山の方は桜ちょっと遅めなんで、今がちょうど満開ぐらいで、ここ結構ずっと桜の木あるんで、まあ毎年見に来やるとこなんですけど、まああの車入れるようなとこじゃないんで、まああの人も少ない、日曜日ですけどほとんど花見してる人いないですね。まあ今日は全然半袖、日中は、半袖で行ける陽気なんで、まああの桜もいいかなと思って、まあちょっと撮ってみました。こんな感じで綺麗に撮れてるんかな。まあちょうどもうあの家から、車で10分ぐらいのとこなんで、まああの帰り道に寄ってみました。